さあ、エコネこんばんは、ハルケです。今回はファンタジー FC ヒーロースコットを使っていきたいなと思います。スキル3、逆足4の選手になってます。身長はですね、少し低めのサイドバックになってるんですけれども、能力はね、すごく高くなってますね。ペースは90までいきまして、守備能力も高くって、ドリブルが軽い選手で、パスも視野はちょっと低いんですけれども、ショートパス、ロングパスがある程度という風なところですね。で、リアクション、冷静さ、90超えてますし、積極性も十分あるという風な選手になってますね。で、プレイスタイルに関しては、プラスが2つついていて、ジョッキーのプラス、そして容赦なしのプラスがついていると。で、他はラピッドだったりとか、あとは予測、クロスのやつだったりとか、あとね、頑張ってくれます。エアリアルがついているという風なところですね。で、またこの選手はアーセナルの、まあ、元にというか、アーセナルの勝ちを元にしてですね、アップグレされるのかどうかという風なところになってますね。で、今回ケミストリーサイルはアンカーをつけて、使っていきたいなという風に思います。じゃあそれでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで行きます。まあ本当に右サイドバック多分カフーがね一番多いんじゃないかなと思うんですけど、そこにスコットが食い込んでいけるかというふうなところですね。セイキン TV さんが来ましたけれども、いかがでしょうか。さあ行こうスコット。ただ容赦なしプラスついてるっていうのはでかいですよ。あれはねサイドバックの選手としてもう、まあ、全ポジション必要かなっていうふうに思うんで、さあスコットです。あ、いいね、うん、いいね、素晴らしい、軽い、やっぱり、お、頑張れ、惜しいよ。カフーより軽いですね。カフーよりもね、ワンタッチ目のなんかぎこちなさがない気がします。さあアテネア、あとは相手も多分 CF なんでメンツは強いんじゃないかなというふうに思います。ガリンシャ、こっちはガリンシャ、ゲルトミュラー取れそう。あ、やば、ガリンシャエグ、早すぎでしょ、あの加速、最初の加速早すぎる。あ、ベースなんや、強いな。いいねスコット。まあプテジャスいるね、打っちゃう、惜しいよ。決定力はねそこまで高くは、うん、ないですけれども、持っていける力は十分にあります。さあエウゼビオ、うわー取れそう、ナイス。まあスコット、あと守備ね、守備面もできれば見せたいところではありますけれども、いやすごいな、やっぱ Y のキャシャウィーってかすごいね。今のも普通にパス取られてもおかしくないの通してくれてるもんな。やっぱり Y、まあ、強い選手は偉大ですね本当に。うわ、こうなって、オッケー、ナイス。うわー、ちょっと丁寧に行き過ぎた、ナイス、いいよ、おー、ナイス、わーお、オッケー、ナイス。さあハランド、ウドジェ、オッケーオッケーオッケー、いいよ。ウドジェをねちょっとね LCM で使ってますけれども、あんまかな、結構シュートに絡んでくるからもうちょっとシュートがうまい選手の方がいいのかもしれません。エウゼビオ、オッケー、ナイス。ちょっとあと1点逆転したいところではあります。できれば上の方から攻めていただきたい。うちにはスコットがいますんで、ぜひとも、あ、ナイス、いいパスよ、うん、ただねだいぶね持ちやすい、マジで切り返しとかが本当に素晴らしい、めちゃくちゃ持ちやすい。あ、ナイス、いや勘って素晴らしいねやっぱりね。あ、何も出なかった、ジーコだ、オッケー、うん、
多分ね、カフー、そうね、カフー使ってる方ならわかると思う。カフーより軽い、軽いです。軽さがある、軽さがあるね。カフーでも正直十分ですけど、それ以上に軽さがあります。初速が速いかな、なんかカフーより加速するスピードが速い気がします。あとジョッキープラスがマジでいいわ。これだけやっぱ軽いし、今の見た、ちょっと見返せる人は見返してほしい。めっちゃいいジョッキーだよ。素晴らしいジョッキーです。やっぱね、ちっちゃいからもともと扱いやすいんだけど、ジョッキーのプラスがあることでよりなんかむちゃくちゃ方向転換がねしやすいです。これはすごい、うん、めっちゃしやすいもんな、ジョッキー。やっぱすごい小さいのプラス、小さい選手はそもそも扱いがしやすいから、そっからプラスしてプレイスタイルで早なってるから。アテネア素晴らしい。おちょ、エグゼビオ、この子あかん、邪魔したよ。あ、オッケーオッケー、完全に邪魔された、エグゼビオに。いいねいいね、持ってけ持ってけスコット、持ってけスコット、いいね。あ、ラッキー、オフじゃない、あ、オフなかった、当たったからか。うん、全然ね、持ち運べる力も持ってるし、逆足も4っていうのがねいいね。あとはほんと視野、まあ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 、視野がもうちょっと、ちょっとエウゼビオちょっと変えます。これはベルナーでいきましょう。まさかエウゼビオに代わってベルナーが投入される時代が来るなんてな、本当思わなかったです。ただむちゃくちゃ邪魔してた、あれはアテネア、アテネアの突破をめちゃくちゃ邪魔したから。あ、ベルナウドジェ、ウドジェやっぱちょっと CM 起用ないな。あ、やばいやばいやばい、オッケーオッケー、うーら、こなて、こなてが来るよ。スコット、ほらいいでしょ、ほら、あ、ナイス。今のもねやっぱちっちゃいから早いのよ、すぐ出してくれる。うわ、やっぱウドじゃないな、 LCM ちょっとあかんわ。もうちょっと攻撃的な選手の方がいいな。ナイス、ベルナ、あ、ベルナ、あ、ベルナ、ベルナ活躍してるな。ナイス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 、オッケー。いや、スコットねマジでいいな、ほんまに。あ、おお、すり抜けた。あとはここの精度やな、まあ、視野なのか。今のも一応フラスルーとか、まあ、スルーパスなんで、視野が高ければっていう風なところですかね。いいよ。あとはやっぱ守備面ね。あ、ただ守備面も正直ね、ジョッキーのプラスでねめちゃくちゃ操作はしちゃ、ジジイ。うわ、もう一試合いきます。はい、すいません、ちょっと2試合目いきます。まあ、スコットの軽さが結構目立った1試合目かなというふうに思いますね。あとはまあフィジカルですね、守備の時にフィジカルがどうなるかというふうなところ見せていければと思うんですけど。あ、いいね、あ、いいね。あ、ということはアテネアになるんかな、相手は。ちょっとあとね、ごめんなさいね、ウドジェ、ウドジェをねちょっと変えますわ。ウドジェこうしようか、こうしようか、これでこれでこれでいけるでしょうと。ただまあウドジェじゃないですから、メインは、メインはスコット。かなり軽いですよ、多分。うん、本当カフーが一番使われてると思うから、誤差ですけどね、誤差ですけど、初速に関しては正直めちゃくちゃ変わってますね、カフーと比べても。だいぶ早い。
あとはこの細かいタッチ、この細かさ、扱いやすさはね、うん、素晴らしいですね、本当に。いいね、いいよ、いいよ、いいよ。あ、クロスうまいよ、惜しいよ。一応プラスではないですけれども持ってます。頑張れコナテ、ならいける。コナテはいける、コナテはいける。マジマジか。あぶねー、あぶねー。ちょっとアテネアの速さにコナテがびっくりしました。さあどうだ。さすが Y ですね、あれを決めきるか。ただね、最近サールがねちょっとね微妙なんですよね。さすがにベースは苦しいのかもしれない。うわ、読まれた。ナイス、ハラの頑張って。いいよ。おっ、入れ。おっと、ぶいや、ほんまハーランドにねクロス上げてほしかったんやけどな、ちょっと後ろに行ってしまったな。スコット、スコット、いや、欲しいな。ナイス。スミス厄介やな、ちょっとスミスが、あ、待って、コメ変わってない、コメが変わってませんでした。こっちやね。いいよ、スコット運べるよ、スコット運べるよ。 OK、 ナイス。いいよ、ブルノ、ブルノ見せて、見せてきて、見せたね、ブルーノ・フェンナンデス。さあ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 、ブルーノからハーランド、そしてエウゼブ。この時スコットはどこだ。スコットを探せ、 Y のキャッシャビ。こっちも Y 見せる、相手も Y いるしな。あ、アレックス、スコット、いいね。うわ、あ、あ、いくぜ、シュートまでいけ。ああ、惜しい、惜しいよ。キャシャビー軽いな、速いな。さあ来たよ、 OKOKOK。 スコットは、スコット、これスコットで、あ、ハーランドがやってきてしまうな。当てて、でスコット返して、これどう。お、いいクロス、あ、オフか。めっちゃいいクロス上げてくれたけど、めっちゃいいクロス。スコット、いや、ジョッキはマジで軽いよな。ナイス、オッケー。沢さんマジで AI いいなぁ。来た、パス悪いわ、エウゼの。あ、惜しい。もうエウゼリオのパスがほんま。 OK、 ナイス。ただエウゼは決定力やから、決定力の高さを。 OK、 OK、 ナイスナイスナイス。スコット遅らしたよ、言うて1点取らなあかんか、そろそろ。前半までに1点、いや前半までに2点やな、逆転しよう、前半までに逆転。いいね、スコット、ロングパスが、あ、ワオ、キャシャビーやっぱいいな、やっぱワイすごいな。惜しかったな、ヘディング、ヘディング難しいねんな、ちょっとヘディングが難しいっす。 OK、 ナイス、スコット。
スコット2期はな、むちゃくちゃ上がっていってたから。取れた。惜しい。カフーね。さあ。キャッシャービー。すごいな、マジで。ああ、読まれてるな。時間が前半終わってまうな。なんかギリギリ取れへんぞ。あ、スコット。やばい。うわあ。ギリギリで取れへんな。まさか1点取られたねえ。まさか1点取られて思わなかったな。ナイススコット。おー、外れてる。負けるな、これ。斜めのパスがポン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 通っていくのが。あ、あ、スコット。それじゃない。危な。危な。斜めポン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 、嫌やな。いや、どうにかしてちょっとスコット経由で。行きたいけれども、こっち沢さんが見とるからな。沢さんが見とるからな。これかなり厄介ですよ。沢さんはウドジェ変える、さすがにウドジェ変えるか。まあただ選手がいないか。まあいいか、ウドジェで。スコットがメインだから、やっぱりスコットが活躍。あの守備ね、一回取ってくれた時があったけど、まあ若干弾かれる時はあるね。一回取ってたけど、ちょっと体グーってなってたから。フィジカルは、まあ、やっぱりもうちょっと欲しいところかもしれませんね。ただジョッキーのプラスがね、やっぱむちゃくちゃいい仕事してるというか、本当に軽いというかね、むちゃくちゃ軽さがあります。まあ2点はまだいけるな。3点いかれたらもう終わりやな。決めろ。くー、決めれんか。今の決めれんの痛いな。ちょっと緑出せればよかったか。頼むよ。相手もヘルトライダー使ってる。1点取れればありそうな感じするね。1点取れればマジありそう。ただ取られる可能性も全然ありそう。回してくるね。わお。バルベルデ最強。バルベルデが最強。ナイスカント。いける？オッケー、ナイス。エグゼ、エグゼあかんな、ちょっと。あ、ナイスナイス。エグゼちょっと、調子悪いですね、ここ2試合。取れへんもんな。あ、取れそう。いいよ、いいよ。いいよ。あ、ハーランド。決めてくれ。OK、ナイスナイスナイス。さすがハーランド。逆足関係なくもう打ってます。ちょっと1点だけ取り返したいところはあります。あ、スコット。このまま行こう。OK。OK。
ょっとこれで1点取ろう。うわヘールドライバー、いやめっちゃいいな、ヘールドライダーは。ヘールドライダーもうマジでいいからな。やばいやばい、スコット、オッケー、ナイス。やっぱジョッキープラス素晴らしいですね。いいよ、キャシャビー、オッケー、そうそうそう、キャシャビーだよ。いやーちょっとずれたな、あ、あるある、あ、オッケー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 、ナイスエルドライダー、オッケー。70分言うて時間やばいよ。スコット、スコットいけ、負けんな、デイズ負けんな、よく持っていった、およく持ってたな、スコットでも。で容赦なしのプラスだから、全然全然スタミナ減ってません。ウドジェやっぱちょっと変えか、ウドジェ、うわーどうしよう、出るなよな、でこうか、エウゼ、エウゼ、エウゼ信じるか、うん、これだな、よし行こう、あと2点いけるかな。さあ頼むぞ、さあ頼むぞ、あスーパーバー、いやーそこじゃないね、あ、ありそう、いや取れないのか今の Y で、めちゃくちゃ正面折った気したけど、回される可能性あるからなこれ。フェデリコ・ヴァルヴェルデ、回されてる、あ、うわパチョ、時間ないよ、あ、オッケーオッケー、それはもう全然全然スコット見てますんで、うちのスコット姉さん見てますんでね、確実に見てた、スコットいけ、スコットいけ、いけいけいけ、うわただいいよ、スコット姉さん言ってますんで、いや臭くないな、うちのアテネアは、うちのアテネア臭くないな、いや取れそうなんやけどな、回されてんなこれ、まあ CF ですからね、そら回すか、あ取れ、ちょっと取ってくれマジで、アテネア、やっと取ってくれ、ハラのナイス、 OK、 これあるな、おカフーも強い、カフーも空強いよ、全然スコットに負けてないからね、スコットいけるか、スコット、オッケーオッケー、軽いからなスコットは、いけるか、もう時間ないぞ、オッケー、おちょっとずらすな、ブルーのが最近パスずれます、これで決めよう、うん、これで決めよう、うわちょっとまだ早かったか、一瞬空いてるかなと思ったけどな、延長やな、延長やな、延長に行ってもスコットの体力見てください、うらスタミナ全然あるから、センターバックはまあね、うん、
あれですから。ブルーノもすごいな。前線がもうヒーヒー言うてます。ハーランド、いやハーランドちょっと信じよう。前線3枚ちょっと信じよう。頼むぞ頼むぞ、マジで頼むぞと。スコットはいいよ、スコットは結構いい仕事してると思うよ、攻守において。邪魔しないっていうことが本当に大事ですからね、サイドバック。違い作れるっていうのは本当シーンによりますんで。あ、いいよ、行こう、いけるいけるいける、うん、軽いね、十分だね。おお、おっフェナンデス、あ、取れた。いや、そっちか、惜しいな。スコット、ファイター、レッツゴースコット、レッツゴースコット、レッツゴースコット、いいよ。おっ、うわー、そこじゃなかった。取れ、あ、ナイス、ハーランド、惜しい惜しい惜しい、いい、それちょっと1点取りたいな。 PK なったらもう最悪だからな。うん、うん、出るな。めちゃくちゃコンパクトやな。スコットのサイド開くよ、決めろ、惜しい。いや、いいね、スコット持っていけるからな、マジで。いや、惜しい、さすがに無理やったな、さすがにちょっと無理やった、あれは。それは。ナイス、めっちゃ空いていく。あぶねあぶねなんであんなずっと空いていくの。終わりじゃない。オッケーオッケーオッケー、すっごいわ、もうごっついな、ほんまにマジで。そろそろ帰るか、ハーランだいぶ疲れてきた。ジャクソンよ、デイビス、デイビス信じる、デイビス信じようか、ちょっと。あ、デイビスベルナ、あ、そうやな、こうしようこうしようで、うん、こうしようこうしよう、よっしゃ、これでいこう。スコットはいいよ、スコットは正直めちゃくちゃ違い作ってます。相手がコンパクトやから、外で受けて、スコット惜しいよ、全然惜しい、それ通るか。あ、うー、危ねー、むちゃくちゃ通っていくな。バイと違って全然コンパクトに慣れてないな。あぶ、あ、オッケー、いける、ジャクソン、ジャクソン、あ、オッケー、スコット逆行こう。そこはやばい。お、こうなって、危な、来た来た、勝てないな、それ負ける。 OKOK、
それはない。あるか。あるな。ブルーノ・フェルナンデス。本当にスコット経由しなくてマジすいません。ただスコットはちょっと守備やばいよ。OK OK パス悪、パス悪パス悪すぎだ。おいスコット助けてくれ、スコット助けてくれ。あぶねえ。GG かな。あぶない、危ない。 GG GG です。スコットはだいぶやれます。いや、スコットだいぶやれる、マジでマジでスコットだいぶやれる。で、速さがあって軽さがあるから、サイドで受けて中まで行って、あのシュートまで行ってたシーンもあると思うから、やっぱね、ちゃんとスピードでね持ち運べるっていうのがすごくいいですね。うん。で、フィジカルも思ったよりは気にはならないけど、多分もっと試合数重ねていけばカフーよりは多分気になってくると思います、守備面の特にフィジカル。ただまあジョッキーのプラスだったりとか、持った時の軽さだったりとかっていうのがあるし、でレスザーリアクションもしっかり高いし、これは結構いいんじゃないかなと思います。値段30万ぐらいで、こっからアップグレもあるっていう風に考えると、うん、結構カフーの代わり、まあ、もしくはそれを超えてこれる、そんな存在にはなるんじゃないかなと思いますね。コスパは結構、うん、よくって、ケミも合わせれますし、あとはアーセナル、うん、勝てると思うんで2勝はだからプラス1確定で11得点かな。うん、アーセナル取れるかどうかっていうような感じなんで、ワンチャンプラスにも期待しながら、まあ、作ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。結構ね、自分的にはスコット、うん、良かったのでおすすめですね。まあ、気になる方はぜひ作ってみてほしいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。